玉ねぎを1個分みじん切りしてください。おいしい酢、こちらを 200ml 量ります。みじん切りした玉ねぎが入ります。ここにおいしい酢を入れてください。慣らした状態で火にかけてふつふつと2分間加熱してください。ふつふつしてきました。この状態でアクが出てきたら気になるところだけすくってください。少し加熱することで玉ねぎの辛みを取ることができます。この状態で火を止めてください。粗熱を取って瓶詰めしておけば3週間ほど日持ちします。